ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は P サダコ 3D3 を完全攻略していきましょう。2023年7月に高尾から導入された実質42分の1のラッシュ継続率約 97% のデジタルプラス薬物タイプです。ボーダーが薬物の数字によって異なりますが、メーカー参考値だと 15.2、 へそ昇級は2玉、通常回転速度はベースや展開によって異なりますが、だいたい1時間平均約230回転から260回転前後です。連鎖歩中はプラマイゼロ調整でマイナス 0.3 前後、アタッカーのオーバー率は3割前後です。保留消化は電柱優先で、通常時当たりそうになったらへそためストップで対応、大当たり中の離席タイミングは保留がない状態であれば可能となっております。本機のカスタムは全部で6種類から選択でき、おすすめは裏先読みチャンスモードです。裏モードは十字キーの中央ボタンを長押しで選択可能となっております。本機の大当たりまでの流れとしては、まず通常時小当たりおわ特図大当たりの2種類の当たりがあります。小当たりは薬物抽選、特図大当たりは 0.4% でラッシュ直行です。メインルートは主に小当たりからとなっており、薬物は1段目が5分の3、2段目が2分の1、3段目が2分の1です。合算は約 6.7 分の1で突破が可能となっております。ラッシュ中は 3.4% の小当たりを引かない限りは1分の1でループします。小当たりを引いた場合は成功で10ラウンドプラスラッシュ継続、失敗で通常に戻ります。アタッカーは上下2種類あり、上アタッカーが5玉昇級、下アタッカーが15玉昇級となっております。まず上アタッカーは1ラウンド目で使用します。10カウントで5カウント入賞後打ち出しストップ、9カウント入賞を確認後ひねって弱強の2発で弾を固めます。連チャン時は V 入賞のパカパカとなります。右打ち指示後打ちっぱなし開始、9カウント入賞後打ち出しストップです。次に下アタッカーは2ラウンド目以降で使用します。7カウントで1カウント入賞後打ち出しストップ、6カウント入賞を確認後ひねって弱中強の3発で弾を固めます。ひねらなかった場合でもかなりオーバーが決まりやすいので、打ちっぱひねりで対応するのも良さそうです。ラウンド間のインターバルは長めのため、アタッカーが閉まったら1回止めて対応しましょう。電柱は1回砲1パターンです。右打ち指示後打ちっぱなしで対応しましょう。電柱入賞から大当たりまでの流れが早いため、打ちっぱなしのまま V 入賞の対応へ移行しましょう。換金率、貸し玉、等価でのフル稼働ラインレーが介入 100% で 17.0、 介入 0% で 19.5 で打ち切れます。増減率の良し悪しは打ち出し玉、釘の状態によって変わってきており、主にボーダーを下げる肝が出玉になります。期待値を2万円以上と仮定し、通常回転1400回転、単価 14.4 円前後を目安に行動していきましょう。また、薬物確率が 6.7 分の1以上の場合は、ボーダーが上がるため注意しましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォロー、高評価、コメントお待ちしております。それでは。